本町橋タワー、本町橋タワー、毎度も大阪、1階にファミリーマートが入ってますね。集合ポスト、ちょうどエントランスです。駐車場とゴミ置き場ですね。駐輪場は違いますね。失礼します。ちょっと待ってさっきご霊か探します。ご霊か、ご霊か、ご霊かちゃんか、ご霊か、待ってみましたね、ご霊か。本町橋タワー 2LDK いきます。平米数 105.35 平米、広いですね。 105.35 平米、シューズボックスです。シューズボックス、こちらエントランスです。では、時計回りで撮影していきます。リビングです。さっき一番最初リビング。わあ、すごいな、景色が。
下リビングです。ダウンライトですね。床暖房。コーナーキッチン。コーナーキッチンですね。三口ガスコンのキッチン。オーブンレンジもありますね、こちら。オーブンレンジ。キッチンスペースです。キッチンスペースです。料理しながらこんな感じですね、景色が。コーナーキッチン。部屋目ですね。 2LDK の1部屋目。エアコンついてます。広いですね。広いです。こちらはウォークイン、ウォークインクローゼットもちょっと横に長いタイプですね。ちなみにテレビ線はこちらにあります。テレビ線はこちら。収納スペースですね。収納。エントランス横切ります。トイレ。広いですね、トイレも。こちら脱衣所です。脱衣所です。室内洗濯機置き場。こちら収納スペースですね。収納スペースです。全部ちょっと開けます。ちょっとしばしお待ちを。収納スペースですね。じゃあシャンプー開けましょうか。シャンプードレッサー、
シャンドレ、シャンドレ大きいですね。浴槽浴室です。浴槽浴室です。では最後の一部屋です。